界中探しても見つからない。最高のボロボロ靴さ、いつの間にかタイプワイルド、少しずつだけどタイプワイルド、もっともっとタイプワイルド、強くなるよタイプワイルはい、どうもこんにちは。コーヒー好きな実況者のチャイと申します。今日はね、まあ夏休み企画っていうことで、まあ第2回チャイハイを開きました。それでね、まあね、今回は招待枠9人で抽選枠が2人という感じの構成となっております。それではね、またレースの前まで一旦カットします。メンバー紹介もその時にしようかと思います。はい、第1戦目は、縛りなし個人戦です。メンバーは僕、カズフォーミュラーさん、ユーギさん、抹茶ユー、ブリさん、ミネ君、スティルスさん、スライム、カシスさん、ビビアンさん、タクヤです。それでは構成選んでいきます。やべえ、もうね、大会っていうかね、まあフレ戦のね、個人実況がガチで久々なんで、もう緊張してるんですよ本当に。レースもそうなんですけど、実況もめちゃくちゃ久々なんで、個人フットのフレ戦の個人実況は本当久々なんでやばいんですよね。はい、というわけで、最初は64クッパキャッスル。さあ、決まりました。やっぱみんなガチだな。まあ、僕は1戦目は、まあ、このね、ルーム戦自体ね、ルーム戦のルール自体が、まあ、重量級メインなんで、今回は1戦目は、まあ、重量級のロゼバウでいきました。もうまあ、64クッパキャッスルはね、もっとトップで逃げ切っていくのが基本ですからね。はい、よいしょ。
結構主催者 FBTY には俺逃げちゃってるな、なんかやっぱりあれですね、メンバー的に意外とデジマー勢が多いですね。自分もデジマー勢なんですけど、まあ今回だけどうせばあるという感じですね。とんでもって自分逃げ切り勢なんで、逃げ切り型なんでこういうコースは好きなんですね、基本的に。まあなのでね、まあそんなこと言ってるとフラグだったりしますけども、今のところはトゲ一発ぐらいはなんかそんな問題ない気がします。だいたい2発ぐらいになってちょっと危なくなってくるんだけども、まあいいでしょう、このくらい避けれるこれぐらいは。まあ今のところはいい感じですね。はいよ、遊戯さんか、あーくそ取れんかった。これは後ろを潰しに行くか、潰しに行くかな、これは。潰しに行った方がいいか、はい、ゴーゼバウの最近調子いいですかね、言うてそんな悪くないですか。まああれですよね、まあ視聴者の皆様にはデジマのイメージが強いかと思われますが、最近はねちょっとゴーゼバウもちょっと若干使い始めたんで、やばいなこれ主催者 FB じゃないのこれ見っきりそうだよこれまあまあそう甘くはないっすよね。よいしょ、ここに来てかな、来たか、やっぱ来るよね、あっスナイパーあるか、スナイパーあるないか、2位安定ウェイまあ主催者としては最初いい感じですねてかロゼバウもしかして自分だけかな、もしかしたらロゼバウ今回自分だけかもしれませんね。まあ結果はこんな感じです。はい、じゃあ次のコースまでね一旦カットします。はい、じゃあ第2コース目は DK ジャングルパークバウザーが不利なコースですね。よいしょ、どうする、先手必勝的ってとこだけど、スライムが出てしまうか、なんかハンバーかと思った完全に、ちょいでも僕がロゼバだからますます、まあ、これはカオスなレースですね。本当にユミヤさんも半分になってるし、さて回避狙いますか、ちょちょちょ、カツさんカツさんカツさん、これはどうだ、早いな、まあいいか、まあ、これならいいでしょ、はいはいはい、6位か7位ぐらいに多分落とすのも意味ないか、まあいいか、クモ引くよ、クモ引くよりは、まあ、SS 取った方がいいっすね。突っかかった、まあ、一瞬突っかかったように見えるけど、まあいいや、1位は誰だ、1位は誰かな、1位誰だろうな、遊戯さんが後ろにいるからこれはカシスさんかな、ちょ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 、ミネ君つか、おっぶねえ、え、まさか後ろの、おし、ちょちょ、それに当たるのか、ビビスターさん、大したらやばいな、
これはちょっと危ないかな。3周目逆進しに行かないと危ない。日の市か。あー無理無理無理、これはちょちょちょ、ここに来てミスが目立つぞ。やべやべやべ、うーん、スターか。どうだろう、これ回避狙いかな。オッケーオッケー、回避したけど全然意味ねえ。うん、4位か。まあ超ちょっと順調って感じか。うん、こんな感じですね、順位は。やっぱ1位はカシスさんか、強いな。2位がスナイム、3位がユウギさん、ユウギさんがトップですね。はい、では次のコースまで、カットします。はい、じゃあ3コース目は、Wii のクッパキャッスルですね。クッパキャッスル多いな。ってことはこれは4コース目は GBA クッパキャッスルになるフラグかなと。うんうん、相手も取れないけど、まあ、この順位なら久保もう引いたか。では遊戯さんをちょっと邪魔しに行くか、邪魔しに行くっていうか、まあトップを狙わせない感じ。妨害とかそういうのじゃないですけど、はい、とボム、さあボムをねどこで召喚するか。だよね、ボムをボムほじり、はい、どうだ、当たってないよね。はい、ちょっとミネ君か、1ミネ君か。よし、とここもね結構逃げ切りコースなんで、だって主催者フルボッコだよ。それがまあ主催者の宿命なんですけどね。だから今からこうなんかねフルボッコとかいけそうな、うえい、ちょっとそこですか。まあトゲ回避ってことでね。豪だなこれ。これはちょっときついな。バックスナイパーあるよ、バックスナイパーあるよ。一緒もうは食らいたく、バウザーにして内回りできるから、まあ、ここは出島バウザーにしてデジマコースを行くっていうね、そういうプランでやっていきたいと思います。まあ前もトゲったから、うん、まだいけるね、まだいける。トゲトゲじゃね、よいしょ、赤1か、よいしょ、防げたかな。はい、オッケーオッケー、また4位か。ほんと安定の4位って感じだ。ふう、なな、最後何があった。さてと、まあ結果はこんな感じですね。依然として2位か。あれ、俺もしかしてロゼバーの方が強い。
いや、そんなことはないと信じる。まあ、単に調子がいいだけですね。はい、じゃあ次のコスメカットします。なんでランダムなのに同じコースが当たんの。4コースというわけで4コース目もここです。もう説明するまでもない。渡さんでもいいんだけどな、解放あるか、渡さんでもいいんだけど別に。あー、ちょっとこれミスったな。事故ったな。うん、まずい。いい感じで切れてほしいかな。切ろう切ろう切ろう、そうそう切ろう。よしよしよし、よいしょ。わあ、ちょっと待て、言うはいはいはい。うーん、ちょっと10位か、まずいな。キンキロン、これは消費消費なんて。差はないよね。よし、オッケー。また金機能か。これはどうすかね、消費すか。サンダーのことを考えて消費しよう。で、ちょっと手前当たりきって待って、うえ、ミネ君、ちょっとそれは。ちょっとミネ君、これは危ない、ブリさん。これをアイテム調整いけるか。ワンチャンじゃねえよ、もうなんでトリプルなんだよ。これ最終コースにしてまずいことになるかもしれないよと。ふう、同時こそは2位だけども、クソさんになるだろうから捕まっ、ここは捕まっ、ちょい、何やがったそこ。そこ使うつもりでいたのに、もう取られちまったしさ。はいはいはい、まあね、ここで使うと、あー、もうごめん、抹茶。うー、ダメだ。ごめんよ、抹茶。抹茶ごめん、マジでごめん、今のは。マジで今のは悪かった。うん。で、総合結果が、4位か。まあ、そんなとこですよね。はい。まあ、第1戦目はこんな感じです。では、第2戦目に続きます。ご視聴ありがとうございました。